ミックでおまけです。バン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 。気が済んだ。そのまとまりにしたガチ彼女オーディション開催します。よっ、来た、すごいな。また来てしまいました。だね、よろしくお願いします。相馬です。はい、エキトラハウスだね。ハウスじゃない。だから相馬さん、結婚オーディションをやってましたね。あ、結婚オーディションはやったんです。で、彼女オーディションやりましたね。はい、彼女オーディションやって、一番再生数取りました。あ、そうなんだ。そう、あの、一番再生数取ったのはオーディションやってって勝ち残った子と、なぜかシードで途中から元々ヘキョウのガチファンの子が来て、はい、その子となぜか争うことになってシードで、で、結局ヘキョウが新しく来た子を取っちゃうっていう、で、今までのオーディション何だったんって動画が1000万再生ってことは、通常取りに来たってことですか。いや、ガチで探しに来ました。ごめんなさい。まあ、そろそろね、男31歳、相手が欲しいです。だから僕ね、最初結婚オーディションにしようかと思ったんですよ、はい、ただやっぱカルビーが言ったんですよ、最初から結婚しない方がいいと、同棲してからの方がいいよって言いましたね。あ、それは間違いない、間違いないですね。で、僕ちなみに同棲どころかもう3ヶ月以上女子と付き合ったことないですよ。クリスマスも祝ったことなければ、誕生日も祝ったことない、もちろん年越しもない。俺最多年越しは多分ヘキコだもん。家族か、ヘキコはどっちか。ちょ、本当にちょっと開きたけど、まあ、二人には、もちろん、昔から知ってるんで、僕のこと。カルビは9年代だし、はい、まあ、俺の稽古も知ってるわけやん。はいはい、まあ、ヘキョウもさ、うん、その、昔、実は YouTube やっててさ、はいはい、YouTube 中に俺が付き合ってどう失敗してたかってのを話してたりします。はいはい、だから、やっぱそこ二人の意見ってすごい大事だと思ってて。うん、俺も絶対生半可な気持ちで来る、女どもは、許せねえ。いや、お前、硬い。許せねえ。ハードル上がっちゃってる。中途半端な恋心で、相馬に近づくな。あ、ちなみにこれ、ガチだよ。これ、本当にガチです。本当に、ちゃんと、お付き合いするっていう、これガチだからこそ、これオーディション来てもらうじゃないですか、うん、誰も選ばないって可能性 もちろんあります。俺が全員から結局振られちゃうってこともあるし、 あと最悪全員来ないって可能性もある。まあ、まず俺がね、どういうタイプがいいかっていう、はいはい、ちょっと言わせてほしいんです。はいはいはい、いいですか。まあ、まずは20歳以上の方。上はもう本当に、あ、もう一人いくつでも来てる限り、何歳の方でも、もう全然麻生さんでも全然大丈夫です。で、次、顔出し OK な方。前回はモザイクでっていうのもあったんですけど、はいはい、今回は顔出し OK な方。なるほど。これなんでかっていうと、お願いしたことがあって、まあ、僕やっぱカップル YouTuber も目指してるんですよ。意外。で、まあ、あわよくばね、あわよくばね、で、その可能性がもう顔出し NG の時点でないじゃん。あ、確かにね。その時点で、まあ、だし、まあ、モザイクも大変だしっていうので、まあ、顔出し OK な方。締め切りはこの動画を出してから2週間以内に応募してくれて、もうこの3つですもん、ほぼ。それ以外もうないです。全然大丈夫。これ他あるなんか。いや、例えば映画館で携帯触る人無理とか。ああ、いや、それってもう会ってみないと分かんないですからね。女性か男性かってのは、結局これ応募してもらっても全員オーディションに行けるわけじゃなくて、まあ、書類とかで見させてそこから選ぶっていうのもあるんですけど、まあ、女性か男性どちらでもって感じですね。はい、他大丈夫かな。うん、大丈夫。はい、大丈夫。で、じゃあですね、先ほど言った通り、じゃあ2週間以内にですね、概要欄にあるメールアドレスにメールを送ってほしいです。で、その送ってもらう内容なんですけど、まず1、名前、2、年齢、3、職業。おー、まあ、これ大事よね。確かにね。4、趣味。5、アピールポイント。6、相馬の好きなところ。7、相馬以外に好きな YouTuber。おぉ、いやー、それはいいな。あ、おもろい。その質問、いいっすね。いいっしょ、いいっすね。いいっしょ、うん。もしかしたらね、相馬の人脈にやりつきたくて来てる可能性もあるから。まあね、ワンチャンいいのよ。売名目的で来る人もいると思う。別にね、カップル YouTuber で、まあ力あったら、よくない？カップルチャンネルやりたくてそれやってます。いやいや、カップルチャンネルはやりたいよ。なこみたいにやりたい。ああ、やりたい。いいですね。だからやっぱめちゃめちゃエロい子とかだったら、それだけでも数字取れる。なるほど、なるほど。これだからビジネス彼女ですか、これ。うん、本当、本当。本当の彼女。うん、全然全然。でもちょっとこれ、一瞬聞き方によってはビジネス的な感じって。いや、ビジネスから始まる声もあるやん。ああ、それでもいい。それもあるやん。いや、それは恋から始まるビジネスもあるし。ああ。どっちが先かってのわからない。ニワトリ卵みたいな。ニワトリ卵、そうね。なんかあったな、それ。あと顔写真ね。そう。バストアップ、バストアップ。バストアップ全身、どちらも。あ、バストアップ全身。全身も全身も欲しいです。あ、囚人の写真みたいな感じ。あ、そういうの、身長もちゃんと測ってる。ああ、こうやってるやつ。それは欲しいです。それは欲しい。それはいらない。それを変えて、
ちょっとメールアドレスに送ってくださいと。でも今見た感じもガチでしょ。ガチ、もう本当に選びに来てるんで、だから本当にガチじゃないと YouTube に出るっていうのはそれだけでもちょっとリスクあると思うんで、まあ、覚悟がある方だけ来てくださいね。中途半端な恋心じゃなくて、うん、本当にすごまさんと一緒に過ごしたいっていう、うん、本当の覚悟がある人が来て欲しいですね。それ何回言うの？すごいね。すごいぜ、今日。ヘキョウの真面目さだよね。そう、ね。恋愛に対するすっごい真面目だから。確かに、ヘキョウはね、本当に浮気もほぼしないし。確かに、ほぼしない。もう、あ、したことある。飛び出しんちだけどね。あ、飛び出しんち？それって浮気なんですか？それ浮気だ。あー、風俗って浮気かどうか問題もあるよね。まあ、これ、これオーディションでね、重要になってくるかもしれない。相馬は絶対行くやん。行くな。彼女とも絶対行くから、それ許容できる人じゃないと。ああ、そうね。だから風俗は浮気じゃないよねって言える人じゃないときついじゃん。ああ、そういうの欲しい。あの、今のうちに二人から相馬はこういう人がいいよっていうのも欲しい。そしたらそれも、その応募するかどうかの基準になるかもしれない。確かにね。だからまあ俺から言うことはさ、そこやね。や風俗は浮気ではないって言える人。がいいか。うん、まあ確かに風俗レベルともできなくなるのか。そうなる。そうなるとか。だって相馬って本当にさ、飲みに行って遊ぶとかよりも、でも女の子がいるから飲みに行こうぜってとなんか乗らないの、うん。でも、だったら俺風俗行きたいみたいな、もうすっ飛ばして即風俗、うん、本当にもうセックスだけだよ、現地集合現地解散ねみたいな、うん、だから心は絶対動かないから、うん、だから本当に今その風俗は OK、 確かに逆に心動かないかも。そう、心絶対動かない。確かに、なんかいいこと言うね。すげえアメリカ的。アメリカ的かこれ。何だよ。ヘキョウからのも欲しいわ。あー、でもなんかこう、相馬さんってちゃんと忙しいじゃないですか。はい、で、YouTube に専念している方なので、うん、どちらかというとサポートできる人がいいなって。あー、なるほどね。その覚悟ある人、遊ばなくていいよとか、うん、優先順位をちゃんと仕事に持ってってくれる人。かまってかまってって子は多分合わない。あー、それは違う。それだったら今までの二の前になる。確かに。いや、そうだわ。言うの一番好きだとこ言うの、自分自らは別れとるわけ。俺は YouTube に集中したいから別れてる。そうだね。そんなをね、安心させれる人がいいと思う。もうこの子は絶対俺のこと好きだって相馬が思えないと、相馬の方がこう追っちゃうと、うん、あ、これダメだってなると思う。相馬が追って好きがこう強くなっちゃうと、あ、もしかしたら仕事がおろそかになってるかもしれないっていう不安に多分なると思う。それで結局防衛本能働いて別れる。あるー、絶対そう、あるー。相馬さんってあの、なんかその恋愛に対してめちゃくちゃピュアなんですよ。確かに。だから今までがすごいなんか女性不信な感じがあるから、かその不信感っていうのをちゃんとね、あの、受け入れられる人がいいなって。見て、このガチさ。やっぱこう、引っ掛ける人っているやん。相馬の声を確かめたいがために嫉妬させるのって、はいはい、例えば、相馬が例えば仕事に集中して、俺ちょっと今日仕事をするからみたいな。うん、あ、そう、じゃあ私今日夜飲み行ってくるね。みたいなのを何の悪気もないかのように言う、うんうん、でもそれってさ、夜飲み行ってくるねって、うん、そのタイミングで言われたらちょっとえってなる。ああ、確かにね、確かに。でそういうことをしない人だ、ね、相手の愛情を試さない人、相馬の愛情を試さない人の方がいいと思う。そもそもかき乱さないで。そういうこと。愛が強い。二人の愛が強いわ。これは心強いね。かかってこいよ。俺らの愛に立ち向かえるやつかかってこいよ。これ待って、ワンちゃん誰も応募じゃない。ハードル上がってる。間口が狭すぎる。このシュート目きつくない。だって俺らも仲良くできるんだし。いや、それはそうだよ、それはそうだよ。いや、でもこれはめっちゃ楽しくないですよね、本当に。いや、マジ誰も来なかったらごめんね。誰も来なかったらもう3人でパーティーするしかない。いや、でも本当にだから逆に言ったら YouTuber の方とかもガチで来てくれるのに。確かに。あとモデルさんとかこれからっていう人でちょっと売名したい人とか。ああ、確かに。まあ、だから売名したいですってそのストレートに言う人好きだよな。そう、好きだよね。売名したいし相馬さんも好きです。あ、そうそう、だから一石二鳥かなと思ってって言われたら、めっちゃ好き。そうだね、分かんのかね。そう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 、分かりやすいやん。確かに、そうそう、言ってくれればいい。言ってくれる方がいい。なんかその地味にちょっと狙ってるけど、いや私絶対相馬さんが好きで、もう別にここは考えてませんって言われる方が確かに勘ぐっちゃう。確かに、まがいもんや。まがいもん、まがいもんや。まがいまがと、まがいまがとじゃない。それはモンハンの結構強い。結構強い最終ボスはい、ということで皆様、ぜひ応募よろしくお願いします。お願いします。